皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カジュアリスネル外国人サポです。今天我们将在主场迎战筑波大学。今日は天皇杯の3回戦、相手は筑波大学です。プロチーム対大学チームです。そうですね、天皇杯全日本サッカー選手権大会は日本最大のオープントーナメントです。J リーグのチームから大学チーム、高校チームも含まれて、さらには地域リーグまで全てのチームが参加資格を持っています。全国で予選が行われて、トーナメント戦で勝ち上がったチームがタイトルを争います。日本顶级联赛的雷索鲁对阵非职业的筑波大学，这一类比赛是天皇杯中非常有意思也很值得期待的比赛，展示了职业和非职业球员之间的对抗，充满了爆冷的机会。值得一提的是，筑波大学上一轮就淘汰了我们J1的领头羊丁田马其达。雷索鲁在这场比赛中要避免轻敌，这也是一次考验，展示出我们球队应有的实力。筑波大学足球队，筑波大学足球部，日本で長い歴史を持てるサッカーチームの一つです。全日本大学サッカー選手権大会では9回の優勝を誇りますね。関東大学サッカーリーグでは16回の優勝を果たしています。筑波大学的优秀毕业生中有我们非常熟知的日本国家队球员，现在效力于英超布莱顿的三善勋、米托马、卡奥鲁选手，被中国球迷尊称为三球王的他，就是在天皇杯的比赛中崭露头角，随后成为一名职业球员的。あと、レソルの高見選手は三笘選手、筑波大学時代のチームメントですね。高見選手だけじゃなくて、豊島選手と三つ丸選手も、あとは伊原監督も筑波大学で卒業しました。そしたら今日は豊島選手と三つ丸選手のフルス戦ですね。期待しています。行きます。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？じゃあ筑波大学から来ました。授業終わりで。あ、大学生ですよね。はい、大学生です。お疲れ様です。おはようございます。あ、同じです。同じですこんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？茨城県の筑波から来ました。はい、大学生でしょうか？あ、そうです。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？筑波から来ました。あ、大学生でしょうか？はい。お疲れ様です。柏スタジアムは初めてですか？僕は1回だけ来たことがあります。僕は初めてです。初めてです、はい、お楽しみください。はい。今日の試合で注目の選手は誰ですか？僕はやっぱり内野選手で、やっぱ今日も点取ってくれるんじゃないかなって思ってます。はい。自分は付き添いなんで、なんか注目している選手とかもとてもないんですよ。サッカー好きになってほしいって、はい、今日好きになってもらって。あ、はい、あ、柏レイソルの注目の選手いますか？松本選手、はい、やっぱめっちゃ止めてるなって思うので。 ありがとうございます。北次第は初めてですか？初めて来ました。お楽しみください。ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか？自分はフォワードの内野幸太郎選手が注目選手だと思います。はい。じゃあ僕は田村聡輝選手で。はい、ありがとうございます。あと、レイソルの注目している選手いますか？レイソルは、いや、なし、ノーコメント。はい、ありがとうございます。北次第は初めてですか？あ、初めてですか？あ、1年生の頃にも天皇杯で戦ったので来ました。なるほど、はい、出身が柏なのでたくさん来ています。あ、そうですか。すいません、2年前に来ました。はい。自分も2年前に来ました。 ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか？レイソルの選手ですか？あ、先に、筑波大学の、そうですね、中盤の加藤源選手に注目してほしいです。はい。
フィジカルモンスターの安藤俊樹選手に注目してほしいです。はい、諏訪間晃生選手に注目してほしいです。加藤と佐藤流星に注目します。はい、ありがとうございます。じゃあレーソロの注目している選手いますか？週休部 OB で、あの僕の出身高校の OB でもある豊島幸郎選手は期待しています。ありがとうございます。井原監督に注目してます。ありがとうございます。三丸博選手に注目します。はい、高峰選手に注目します。全員スゴバー大学で卒業しましたね。ありがとうございます。じゃあ今日の勝敗予想もお願いします。2対1で筑波大学で、3対2で筑波大学、3対0で筑波大学です。2対1で筑波大学です。ありがとうございます。今日の勝敗予想はどうですか？5対0で筑波大学が勝ちます。ありがとうございます。はい、勝敗予想もお願いします。3-0 で筑波勝たせてもらいます。はい、3-0 でありがとうございます。頑張ろう頑張ろう、絶対勝つぞ。せーの、バモス。
来場の皆様にご案内申し上げます。本日の試合は感染ルールに従ってのご観戦をお願いいたします。観戦時はゴール裏1階自由席柏川、よかったね。はい。イエー、今日のマッチベストプレイヤーは誰ですか？やっぱりマテウ・サビオです。そうですか。ベストプレイヤーは誰ですか？オソヤ選手。はい、母さん。マテウ・サビオ選手です。ありがとうございます。あ、今日の売店に何か買いました？シューしたいですか？選手のシールのやつを買いました。一番欲しいな選手は誰ですか？バイバイ、ありがとうね。誰だっけ？高見選手です。勝利の気持ち一緒にシェアしませんか？します。はい、じゃあお願いします。次も勝つぞ。おありがとうございます。啊，你好。你好。啊，请问你们是在日本生活还是过来旅游的？嗯，我们是这段时间刚好在日本旅游，然后今天有空过来看一场球赛。好，请问你们是第一次看接连赛吗？嗯，之前有现场看过中国国内的中超、中甲、中乙，还有足协杯的比赛。这是第一次在境外看球。接连赛的氛围怎么样？我感觉它这个
球迷文化这一块是建设的非常好的，包括刚刚我也逛了球迷商店，然后也买了一些小礼物，准备送给同样喜欢看球的朋友。嗯，主场这个氛围也挺好。嗯，始终看台的那助威都很及时，也是唱跳的一整场比赛。嗯，我们的这个球场其他期待。你们感觉怎么样？这个球场？我觉得，就是专业球场，就是看球体验非常好。球迷跟球员的距离就非常近。嗯，然后就观感会非常好。嗯，希望你们下回有机会还能来这里看球赛。嗯，好，有机会一定来。有机会一定来。回国之后也希望你们能多关注我们卡西瓦雷苏鲁这个俱乐部。嗯，好，好的。好，谢谢。非常感谢，谢谢。今日の試合は終了しました。2対1で勝ちました。90分以来は1対1ドローでしたが、延長戦のマオロゴールで、勝ちました。細山をあれあれ。相手、筑波大学もすごくいいプレイですね。ナイスプレイですね。希望明年他们能走得更远。希望今年我们一定要去、国立行きましょう。